それにしても昨夜の事件、あんなにたくさん人がいたのに、なぜエイジ君だけが。おそらくターゲットをエイジ君に特定するための何らかの印があったはずだわ。傷は胸に集中している。ポケットのハンカチが血でさらに赤く染まっていた。凶器は手にしたナイフ。十分に接近しないと相手を殺傷することは難しい。にもかかわらず犯人は拳銃を手にした被害者に対し無謀で強引な接近を図った。犯人のナイフが狙ったのは丈夫な肋骨に守られた胸部の一点だけ。確実にダメージを与えられる首や腹部などを無視して繰り返し刺している。犯人の体内から麻薬成分を含んだ未知の薬物が検出された。自殺した犯人の傷跡を見てもためらった様子が全くない。これは極めて異常なことである。強靭な精神力の持ち主でも刃物で自分の体を切るときにはためらい傷が見られるものだ。犯人は投与された薬物によって洗脳された可能性が高い。何らかの引き金によって洗脳システムがスタートし犯人に殺害衝動を抱かせたのだ。以降これを洗脳薬と呼称する。使われた凶器はナイフ。被害者の胸だけを狙って繰り返し刺している。ここでも逃走できたにもかかわらず首を一文字に切って自決した。ためらい傷も見当たらない。石黒殺害事件の時と全く同じ未知の薬物洗脳薬が犯人の体内から検出された。事件が発生する直前、異様な音楽が現場に流れた。その音楽が停止した後、すでに犯人は自決を終えていた。事件直前に聞こえた謎の音楽が犯人の殺人衝動を引き起こす刺激である可能性が極めて高い。以降、この謎の音楽を洗脳音楽と呼称する。洗脳音楽の開始と同時に通常と変わらない状態にあった少女たちが加害者に変貌した。これはあらかじめ投与されていた洗脳薬が洗脳音楽によって効果を表したものと考えられる。これによって洗脳音楽の停止が自殺衝動を引き起こすことが判明した。強力な洗脳薬の存在と洗脳音楽の役割は3つの事件から確認できた。だが洗脳された犯人が何をターゲットにするのかについては未だ不明である。Dタウンの黒幕がキング・オブ・キラーだということは突き止めたけども、肝心の洗脳薬の正体や事件との背後関係についてはほとんど空白のままだな。これじゃ確かに荒木さんの言ったように手詰まりの印象が強いわね。そうだ、コンピューターを使って別の方向から事件に関するデータを当たってみようかしら。
何から調べてやろうかしら。
有川ですって。有川さん、どうして。はい、島です。大事な話がある。今から出てこれないか。荒木さん、渋谷で待って。わかったわ、すぐ行く。